強い冬型の気圧配置の影響で県内は山沿いを中心に大雪となりました。海もしけていて、下越と佐渡では引き続き高波に警戒が必要です。真っ白でほとんど前が見えませんね。視界がかなり悪くなっています。今朝、三条市付近の北陸自動車道です。吹雪に見舞われ、視界不良の中、車がスピードを落として走行していました。こちらは妙高市。子どもたちが登校した先には校舎の3階あたりまである雪の山。車はすっぽりと雪に覆われ必死で雪かき。車を出すのも一苦労です。昨日の夕方ぐらいから一気に強くなりだして、で朝起きたらこれですね。最近良かったんでちょっと油断してましたね。冬型の気圧配置の影響で山沿いを中心に大雪となった県内。午後1時までの24時間に湯沢町で64センチ、妙高市関山で51センチの雪が降りました。 JR 羽越本線では正午過ぎに乗客11人が乗った列車が線路に積もった雪のため胎内市で動けなくなるトラブルが発生しました。およそ3時間後に乗客全員が乗務員の誘導で列車を降りています。今日は風も強く海がしけました。佐渡汽船のカーフェリーとジェットフォイルは全便が欠航しました。下越と佐渡では今夜遅くにかけて高波への警戒が必要です。また明日の夕方までの24時間に上越と中越の山沿いでは多いところで70センチの雪が降る予想です。気象台は上越と中越ではあさってにかけて大雪に警戒するよう呼びかけています。